今回の選手権では、県大会は出場もちろんのこと、その県大会でベスト8には入りたいと考えています。保護者の方や学校の先生方、メンバーも全員はもちろんのこと、試合を見てくれる相手チームの方にも感謝の気持ちを込めてプレーしたいと思います。岩瀬日大高校はまだまだ未熟なチームなんですけど、これから夏にかけて合宿などを通してもっともっと体力面や技術面を強化して、選手権に向かって頑張っていきたいと思っています。大会を通して、成長していってもらって、一つ一つのプレーに悔いのないプレーをしていってほしいなと思っています。岩市サッカー部、いくぞ、シャー。